そう、なかなかこんな時間まで起きたことないのに。夜通し寝るんだけど、今日はおめでとうって言ってるんじゃない？わかんない、なんでこんな元気。今日ありがとう。そうすり。今ほんと寸前で起きて、ミルクもあげたんだけど、夜間授乳でさ、起きてもさ、ミルクあげたらすぐ寝るじゃん。絶対寝る。お祝いしたかったんだ。パパおめでとう。涙すぎた。そっか、ありがとう。ちゃんと顔を見てなんか言ってるんだよね。言ってんだ。誕生日迎える瞬間はこんな感じでした。ありがとう、笑って。幸せですね。で、何？何？付き合う瞬間から何？え？いや、付き合った瞬間から結婚するだろうなとか、この子と結婚するなって思ったって。ちょっとね、今日友達と会ったらしいんですけど、そこで私のことを話してたらしい。ずっと話してたよ。だから電話してたよ。でも俺の場所も言ってたでしょ。大丈夫、全ちゃんのこと大好きなんだからって言ってたでしょ。だから俺ずっと話してた。どんな話？でもみんな多かったのは、その動画見てるわ。多い。ああ、嬉しい。めちゃくちゃ多い。私もめちゃくちゃ言ってもらえるよ。会う人会う人に出産動画って嬉しい。だってあれもなんだかんだ500万再生ぐらいされてるし、嬉しいわ。俺たちも大人になったなじゃないけど、いろんな人に話しかけた時に見てるよって言われた動画が、アスレチックが遠出した時の動画、同じこと言ってそうすると家族で行けるから。おー、あとその出産動画、結婚したり妊娠したりするとこうなんだろうなっていうのを、同い年だからこそさ、同じような境遇がね。あとボケが夫婦でやってるって人もいて、夫婦で対戦してるよ。いいじゃん、素敵。そうが多かったから、本当死ぬほどカードあるから、ちょっとあげるよね。こんな話私はコルクとポケカやるのが夢かも。やってみたいね。楽しそう。だってさ、何歳ぐらいかな、6歳とかなったらできんじゃない？小1に上がるか上がらないかぐらい？カードゲームはできるよね。可愛すぎない？ね。あ、今シルク君の誕生日を迎えたわけなんですけど、なんか一発目に言われたのが、札幌一番が食べたいって映ってます。今日お昼から食べてないんだもんね。結婚式に参列して、その後なんかちょっとこうみんなで食事みたいな感じになったけど、もうそれどころじゃなくて俺、今日の動画も俺が出してるから、動画出したり、他の仕事があったりとか、パソコン持ってきて、それやったり、いろいろとやってた。結婚式行くのに、スーツでリュックにパソコン入れてくんですよ。俺の彼がいない。言われたわ。今パソコン持ってきたの。え？ねえ、すげえ。この時間で出てきた穴に戻そうとした。え、これはちょっと。現実すぎる。もうできます。ありがとう。なんかさ、誕生日の人のさ、当日は何でもお願いを聞いてあげたいなって思うけど、その人が主役みたいな。まさか一発目のお願いが札幌一番食べたいだとは思わなかった。いや、ちょうどね、人の腹だったんですよ。だからやっぱ結婚式だからお酒も飲むわけなんだけどさ、結構飲んだのもあったけど、ちょっと仮眠したら一発でなった。あとマジでトマトジュースで、トマトジュースはね、マジでいいね。即効性がある。しかもさ、うちら毎朝飲んでるから、常にストックがあるの、ペットボトルで、ね、箱で買ってるから。一番効くわこれ。え？うん？今日何より嬉しかったのがさ、写真とか見せるわけじゃん同級生に、あと動画とかも知ってくれてるからさ、絵に描いた幸せを全て持ってるから羨ましくもならないですよ。ちょっと面白いねそれ。あまりにも幸せそうすぎるから、もうここまでいくと偽物だと思ってるんですよ。なんかさ、そのコメントがさ、同級生ならではって感じがする。同級生だからこそそうやって言うんだな。そう面白いね。なんだろうね、絵に描いたさ、こうなったらこうなりたいよねとか、結婚したらこうなりたいとか、お仕事こうなりたいよねとかさ、そういう憧れを全部かっさらってってるからなんかもう羨ましいもないわって言ってた。まあ外からそう思われてるのは嬉しい、自分でも思うぐらいだからだいぶ幸せだなって思うけど。ラーメンできたので私はコルク君を寝かせてきます。即席ラーメン完成。うわうまそう、やば。なんか即席ラーメンとか言う割にめちゃくちゃいろんな具材入ってる。冷蔵庫にいっぱいあった。いただきまーす。やべえ。いただきまーす。うんまっ。怖っ。札幌一番普通にずっと好きで食ってるけど、うめえのはあれなんだけど、化けたな。うまっ。うんまっ、マジで。おはようございます。昨日後ね、寝かしつけしてるうちに私も一緒に眠くなっちゃって寝ちゃってましたで、朝を迎えたわけなんですけど、今日はね誕生日当日なんですけど、一日ね家族のために開けてくれてるということで、もう前々からね自分のお仕事とグループのお仕事をやれるだけやり込んで、今日のこの特別な一日を私たちのために開けてくれたんですよ。シルクくんいつもそんな感じでね、その日は帰りが遅くなるけど次の日は夕方まで家族デーを作ってくれたりだとか、そういう感じでね、お仕事忙しいんだけど私たち家族のことも気にかけてくれて、ちゃんと時間をね作ろうとしてくれるんですよ。で、今日は行きたい場所があるので、もう前々から予約なりいろいろ段取りをしてまして、まだシルクくんには行き先伝えてないんですけど、シルクくんにねサプライズできればなと思っております。今ねコルクくんとシルクくんはまだ寝てるんですけど、早めに起きてちょっと自分の身支度が一番時間かかるから、先にメイクやら身なりを整えて、シルクくんにとって可愛い妻、コルクくんにとって綺麗なままでいれるようにちょっと早起きしたって感じですね。朝早くにカラコンつけるとさ、なんか目カピカピしてゴロゴロする感じがしない？私だけかな。だからちょっとお家を出る寸前ぐらいまではね裸眼でいいかなと思って、シルクくんをね起こす前にいろいろ準備したいんですよね。本当は昨日日付が変わった瞬間にケーキとかプレゼントも今日の当日のためにね前々から準備してたので、それをねおめでとうって感じで渡したかったんですけど、いつも夜通し寝てるコルクくんがね、お風呂上がってからずっと寝てたんだけど、シルクくんが誕生日を迎える寸前でねケロッって起きて、ぐずりもしないででもニコニコ起きたんだよね。すごくない？やっぱね分かってるんだと思うな私は。なんかもうまだ0歳なのにさ、親孝行だなって。パパももう感動して泣いてたし、なんか本当にそれぐらい珍しくて、あの時間に起きることが。なのでねもう深夜12時を超えてたから夜遅くなっちゃうし、シルクくんも疲れちゃうかなと思って昨日ケーキを出すのはやめました。あ、もしかしたらさ、昨日ね夜中にラーメン作っちゃったから、この時間にラーメン食べさせるなんてみたいなコメントあるかもしれないんですけど、バースデーボーイのわがままは聞いてあげたいし、私も食べたいとか作ってって言われたら創作意欲が湧いちゃって、なんか凝りたくなっちゃうんですよ。ただのスープと麺だけじゃなんか普通だなと思っちゃって、それだけでももちろん美味しいんだけどね、私も札幌一番大好き。でもなんかわーって見た目からも美味しいって楽しんでもらやればいいなって、なんかそれでねテンションが上がってくれたらいいなと思って、私は凝りたくなっちゃうんですよ。ましてやねもう夫ですから、夫のためならね、そういうもんじゃないですか。だから誕生日ぐらい一日なんでも好きなものを食べさせたいし、今日は家族で過ごすんですけど、バースデーボーイには一銭も出させる気はないです。私が全部払います。もう今日の主役なんで、なんかすごいもうトレンドにもなってたね。すごかった、さすがシルクくん。ちょっと髪の毛だけ整えたらね、早速シルクくんだけをこっそり起こして、いつもね朝風呂入るんで追いだけももうすでにしてて、お風呂も沸いてるんですよ。だからお風呂でちょっとすっきり目を覚ましてもらって、家族でお出かけしようかなと思います。そろそろ起きそう。もぞもぞし始めた。メッセージ書いたり、ちょっと飾りっぽく書いたり、この数字のやつとか、あとこの装飾もね、実は別で買ってつけました。そしてこれがお店で言うと、今までの経験上結構バレ率が高いので、名前なしでチョコプレートだけもらって、さっきチョコペンでね私が書きました。かわいい。よし、そろそろ起こそうかな。もう与えちゃうよ。おめでとう。ありがとう。すごーい。すごい。でもちゃんとケーキとプレゼントも。これもか。当日に用意してましたから。あら。ね、ありがとう。だから、不安にならないでね。あれ、準備されてないみたいな。なってないよ。ありがとう。すごい。これなんじゃ。ショートケーキタルト。うわー。もう寝起きじゃ食べれないと思う。まだぼーっとしてるからね。冷蔵庫入れとくから食べよ。ありがとう。プレゼントです。うわ、でか。何それ。後で見る？後で見る。起きたらね。まあちょっと眠たいわ。行くよもう。もう行くよ。どこに？よかった。じゃあちょっとお風呂入るか。追いだきした。ああ、さすがすぎる。すげえな、行動を読まれている。いや、いってらっしゃい。私はコルクも用意します。うわ、ありがとう。すごい。じゃん。お、ディズニーか。コルクくんもミッキーしよう。おお、なんかチョッパーみたいになってるけど大丈夫？おお、喋った。ここです。これが可愛い。うわ、すげえ。可愛い。真っ裸通ります。お誕生日おめでとう。ありがとうございます。